しゅうちゃんの朝からエッセイ。おはようございます。 NBC 村山ひとしです。しゅうちゃんこと船橋修一です。このコーナーはオフィス空間の改善からおいしい水の提供、ホテル事業まで手掛ける元気な会社九州教具グループの代表しゅうちゃんこと船橋修一社長にビジネスマンのヒントになるお話を伺います。この NBC ラジオのこのスタジオ大好きです今日も来ていただきました。いらっしゃいませ、ところでラジオをお聞きの皆さん、今回からしゅうちゃんの紹介の仕方が九州教具株式会社の社長から九州教具グループの代表に変わったことに気づきましたでしょうか、ね。気づいた方、勘のいい方ですが、しゅうちゃんの会社は今月から組織構造が大きく変わったんですよね。そうなんですよ、あまりお客さんから見ると関係ないことかもしれませんが、九州教具グループということでキュービックソリューションズっていう、事業会社をですね、分社化したということなんですね。ああ、そうなんですね。ですから九州教具が手掛ける仕事自体は変わらないけれども、組織構造が変わった。その組織構造の再編に踏み切った理由は何でしょうか。それはもう時代が180度変わったからです。はあ。今まではですね、もう昭和の時代から続いている会社ですから、先週も言いましたけど、正解を求めるということで組織を作ってたんですね。物をより安く大量に売るという、でこれからは意味を求める文化の時代に変化した組織に変えなきゃいけないと思ったんです。もう我々がやってることはどういう意味があるのか、あることはもうやめちゃう、あることは追求する、この正解、世の中にはもうコモディティ化して正解と言われること山ほどありますよね、そういうものを一切バサッと切って、みんなが今までやってきたことにクエスチョンマークつけて意味を考える、これまでやってきたことって惰性でやってないっていう、そういう意味を考える組織に変えようと思ったんです。いやでもね、日本人というのは伝統文化を重んじる、そんな国民性でございまして、変化するのが一番苦手ですよね。大変ですよね、変化するって。そうですよね、でもね、経済のいろはっていうのは時代とともに変わる方あんまり変わらないんですよ。でも文化って180度変わりますよね。でこの文化が180度変わるけど、人間ってどうしても変わりたくない自分がいますよね。そうですね。でも変わりたくない自分が変わらなかったら、頭と体にその問題が噴出するんですね。そういうものなんですか。そうです。だから強制的にやっぱり変わんなきゃいけない、これまでこのコーナーでもたびたびこれまでの成功体験は意味をなさなくなるとしゅうちゃんはね、話してますよね。でもこれはもうその通りだと思います。先週も言いましたけど、文化の時代っていうのは自転車の前輪、経済の時代っていうのは、後輪、とにかくあの頑張ってペダルをこぎさえしてればよかったんだ昔は。そうです。これからは違うと。でたまにはハンドルを思い切って切って曲がんなきゃいけない、今その時代ですからね。それをやるための組織構造の再編だったということなんですね。そうなんです。もうちょっと詳しく伺っていきたいんですけれども、また次回ということであっという間にお別れの時間です。それでは皆様、また来週。